はい、では今回は10月28日放課後からやっていきます。お、早瀬くん、今回は早瀬くん、平川くん、考えすぎてちょっと寝不足気味、答えは出ないままなんだけど、平川くんも最近ちょっと男にモテるな私今日どっち行こう、早瀬くんかな。まあそんなあれだよね、星だっけ早瀬くん。あ、そうだよね。あ、マーク5だ。よし、力を貸してくれ。行きます、早瀬くんのとこ。あ、ゆうき、あのな、相談なんだが、買い物付き合ってもらえないか。弟に CD が欲しいとせがまれたんだが、詳しくなくて手伝ってほしい。はい、え、店はポロニアンモールだよな。悪いが先に出てくれるか。腕立てノルマだけ片付けたい。すぐ追いかける前はなんか腹筋だったよね。なんか早瀬は待ったがまだ来ない。どうしようか。え、いや、探す。床に探したら怒られたけどさ、早瀬くんなら受け止めてくれると思う。行き違いになっちゃった？そんなことない。周囲の店を見てみたが早瀬の姿はない。どうしようか。え、あ、待っとくよ。いや、待つ。あ、もしもし、どうした？今日は行けそうにない。え、なんかありました？え、実はお袋が倒れたんだ。え、病院にいる。過労だそうだ。朝から晩まで働いてるから。あ、俺のせいだ。もうお袋帰るって言うんだ。治療費がないからって。くそ、俺は何もできねえ。俺が面倒ばかりかけちまって今日はすまん、お前にも迷惑かけちまって。いや、こっちはいいんだけどさ。お前でよかった、話せて少し落ち着いたよ。うん、早瀬に大変なことが起こったようだ。それを打ち明ける絆が深まった気がする。こういう場合ってどうすればいいんだろうね。なんかね、私があれやこれや手を出すことでもないような気がするんだよな。助けてあげたいけど、いや、なんかさ、口で言うのは簡単だけどさ、実際なんか手を出そうと思ってもなんかね、かえって厄介になっちゃうんじゃないかとか考えちゃうよね。なんか助けてあげたい。お、かぼちゃのマスク、ハロウィンキャン、あ、50個もハロウィンキャンディー、みんなに配るか。あ、リージョ、君に一つ頼みがあるんだ。荒垣くんの部屋のことなんだが、そのままにしておくのは忍びない。そこで彼の遺品の整理をお願いできるかい。整理といっても彼は身寄りもなく私物もほとんど処分していたらしい。来月には清掃業者が入ることになっている。だから10月31日までお願いしたい。つらいだろうが部屋に行ってみてくれ。よろしく頼むよ。お、行ってみるか、ガッキーの部屋。前回の作戦が終わっても結局鍵人間は減らなかったけど、それもあと少しだよね。あと少しで平和な街が戻ってくる。最後お戦いを向けて確実に士気が高まっているようだね。うんうん、実に素晴らしい。君たちには期待しているよ。どんなことでも最後ってなると少し緊張しますね。ゆうきさんどうですか、緊張とかしてます？バリバリよ、緊張バリバリまあこれで鍵時間が消えるって思うと落ち着けませんよね。そういえば、でもコロちゃんは次の作戦が最後だって分かってんのかな。いや、分かってんじゃね、アイギスが教えてるでしょ。賢いもんねコロちゃん。それに動物的勘って言葉もあるし。ほんとコロ丸ってかっけえよな。こんな小さな体でシャドウに喧嘩吹っかけたんだぜ。必ず次のシャドウをぶっ倒してこいつの敵討ち成功させてやろうぜ。せやな。今日はアイギス？あれ、アイギスも、あ、そうだよね。ちなみに、上いないか。あれ、ガッキーの部屋どこ？
キージョー先輩、アイギス、ゆかり。あ、ここだ、楽器の部屋。順平、で、自分の部屋。ハーダー先輩。じゃあ、やるか。例えば、いくつきか遺品の整理を頼まれてた。鍵はかかってないぞ。じゃあ、中に入ります。あ。ほんとだ。ガラガラやん。簡素な机が置いてある。机の上には段ボール箱が置かれている。箱の中に新垣の遺品が入っている。わあ、これ何、装備品戻ってきたってこと？机の引き出しがわずかに開いている。引き出しの中に見覚えのある封筒を見つけた。封筒の中に1枚書類が入っている。書類にはこう書かれている。副学届、月光館学園高等部校長殿、これはミツルから頼まれて自分が出た副学届のようだ。日付や理由は空欄のままだが、新垣の自筆らしき署名がある。あ、ああ、君だったか。驚かせてすまない。気配がしたので覗いてみたが、それは、これは君が見つけたのか。机の中に入ってました。そうか、ほとんどの品を処分していた彼が、これを、この書きかけの復学届がいつ書かれたのか、渡すつもりだったのかは知る由もない。それでもこれは彼が約束のことを真剣に考えてくれた証だと思う。うん、あれだけ固くなに拒んでいた彼が残してくれたのだからな。これを明彦にも、あ、いや、勝手に明彦に見せて、また彼に意地を張られてもしてはかなわない。今は君と私の胸の内にしまっておくとしよう。そうだね。君もあの二人の扱いに慣れてきたようだな。君のおかげで彼の思いを受け取ることができた。3人を代表して礼を言わせてくれ。本当にありがとう。これは君が持っていてくれ。彼の心を解きほぐしてくれたのは他ならぬ君などだからな。はい。お、書きかけの服を届け。明彦には巡り巡って自分に戻ってくれて、いつか我々がこの寮を出るとき私から伝えておこう。この部屋には我々と結んだ約束を果たそうとした男がいたと。我々三人が過ごしたあの日々を決して忘れていなかったと。おお、あ、荒垣の思いを受け取り、地獄の、何、ヘルズエンジェル。え、これ大事なイベントやったな。よかった、復学届のイベント。なんか後手後手に回してたんだけど、ちゃんとやってよかったわ。君が持っていてくれ、きっと君、彼もそう望むはずだ。あ、夜これ時間経過しないんだ。他になんか見るものあります？なさそうだね。じゃあ出ましょうか。ただ立ち会えてよかった、行こうか。10月29日やっていきます。ゲーセンで過ごしました。授業始めます。あ、どうも先生だ。はい。今日もですがね、鳥海先生が体調不良で私が変わります。つい食べ過ぎるこの秋、みんなも体調には気をつけるように。たまたま用意してたテキストもありますから。今日の授業は召喚魔術。お、天使悪魔をこの世界に、呼び出す魔術について話しましょう。まずこの魔術を定義づければ、霊的存在を呼び出してこれを、操り目的を遂げるということでしょう。召喚魔術はシャーマニズム同様、世界各地に各時代に見られます。本に映画、ゲームと今ではよく知られる召喚魔術ですが、その先駆けとして世にし始めたのはゲーテが書いたファウスト伝説でしょう。
最も召喚魔術の例は枚挙に疎まがありません。いくつか拾ってみると、ジョン・リーがケリーを使って天使を呼んだのが中世のヨーロッパ。20世紀のクローリーってなんか前も出てきたよね。エーワーズという守護天使を呼び出しました。レビはイニシエの偉大な魔術師であるアポロニウスの例を召喚しています。シンプルトン爆破はダイモンという例の召喚魔術を競技の中心にします。ブードゥー教では祭司の、オウンガンによりロアと呼ばれる神霊が呼び出されます。日本で言えば、密教の火事という行為を一種の召喚とみなすことができます。それは仏と同体になりその力を得ようとする行為だからです。とまあこの具合にキリがありません。注目すべきはこれら多くの召喚魔術がその手順を形式化されているということです。魔法陣だとか呪文だとか、祭儀だとか術式として確立することで技術が強要されいやそれ江戸川先生の授業は面白いからなちゃんと聞くわ。有力な例を呼び出すばかりでなく一般的な例を呼び出す例もあります。そうコックリさんだとかあコックリさんそうだよね。エビジャだとかの高齢術の類です。形式化されたこういう魔術は好奇心をそそりますが何度も言った通り安易にやらないように破滅のもとですよ。さて今日の授業はこの辺にときましょう。おー召喚はねもう私もういろんなゲームやってるからもうあのいろんなキャラがやってますよ。召喚精霊だとかねみんな召喚してますよね。召喚獣だとかすいません考え事をしていました。シャドウ総統の任務が終了した私の処遇はどうなのかまたこうして学校に来られるのだろうかと。今日はあ千尋ちゃんあーお金の件大丈夫なのかな。ゆかりと宮本今日はそれぐらい。まあ神社コースやな夜です。僧侶のおじとコミュレベル上がるぞ。今夜行けるといいな。はい次の満月チェックしてますか。11月3日だそうですよ。3日、あと5日、もう近いね。はい奥島作物見に行かないと。皆さんの様子の変化、やはりコロマルさんも感じ取っているようです。長かったシャドウとの戦いも今の作戦で最後、ついにかつてのご主人を殺めた敵を殲滅する時が来たと。そうだな。タルタウスに行ける回数も残り少なくなってきたんだ。何かしらの強化プランを準備して有意義な出撃にしたいものだ。早速考えるとするか。順平とコロちゃんはいないね。あ、コロちゃん今日あれか。ブラッシング。うん、今日ちなみにあ、総料理いる行くしかねえよし、ジュース買ってさあ、ポロニアンモール行きます。次で9だもんね。もう長きにわたるあなたとの戦いももう終わりですよ、そろそろ。あ、そうなんだ、少しいいだろ。はい、そうよ。この間はああすまなかったな。ベロベロに酔ってましたよ、あなたね。そのもろもろ忘れてくれや。なことよりもさ聞いてくれよ、おっちゃんの愚痴をよ。今日はシラフだからさ、はあ、そこに座ってくれよな。神妙な顔してお経読んでりゃいいってよ。檀家からお布施もらって楽に稼げるってよ。そう思ったからさ、下げたくもない頭下げて実家の寺継がしてもらったってのによ。世の中は毎日誰かしらの命日なのな。ビビるぜ正直。人類の歴史ってやつにな、法事続けでよ、うちみてえな小せえ寺は住職古かどうだ。コンビニじゃねえっての。貧乏暇なし休めば貧乏暇なしってやつですか。半分正解だがな、半分は不正解だ。うちは暇なしだが貧乏じゃねえ。ピンキリだがよ、お布施一回の額はな、そこらの会社員の下手すりゃ醤油並みよ。あ、そんなになの。へえ。だがな、忙しすぎるんだよな。老体に鞭打たにゃ裁けねえ。
わしの大嫌いな一生懸命ってやつだ。潮時なのかね。ここの身の振り方を考える、気張っても限界あるし、酒も弱くなったし。仕事と関係あるのかこれは。こないだおめえに集体さらしまったしさ、もう末期だわな。え、引退されるんすか。だよな、考えるよな。引き際はわきまえねえのってかっこ悪いよな。そんじゃこういう言い訳ってどうぞ。離婚届は受理されてねえ。あ、そうなんだ。うちの寺も自営だから不動産だわな。悪い話じゃねえと思うよ。頭するの我慢すりゃわしも隠居で遊んで暮らせるしよ。え、どう思う。何の話。どうも思わない。え、な、何の話ですか急に。あ、いや、そのなんだ、息子さんに継がせるとか。戻ってきて会おうと思うんだわ。出てった女房とせがれによ、まずは居場所を突き止めねえとな。探偵を雇ってよ。費用に糸目はつけねえ。時間に会って詫び入れよう。もういいんじゃない。ほったらかしにして悪かったってな。そっちの方に専念していいし、そのおめえと会うこともねえんだろう。ちょっと寂しいですか。不良少年の相手なんててめえのせがれでたくさんだ。せいするぜ。言葉とアロハは荷物は分かり惜しんでくれているようだ。よーし、リーチ入りました。遠のこみ次で完結や。こんなことになるならよ、出家なんてよ、格好つけんじゃなかったよ。明日あたり更新所に行くと。ああ、更新所本格的にやるんすね。さて、ぼちぼち出ようや。はい、さあ10月の30日。お、誰だ。おはようございます。あ、こちらエリザベスでございます。失踪者か。またしても聞いたわ。いらっしゃいますので、今回は一人。はい、一人ね。それじゃやるよ。お、美人な先生だ。次の章は酵素か。酵素というと難しそうとか思って、なんか懐かしいな酵素。身近にも、そう、君らの体の中でも酵素は目いっぱい働いているんだ。じゃあゆうきくんに答えてもらおうか。はい、例えばそうだな、焼き芋。焼き芋が甘くなるのにある酵素の働きによるものなんだけど、なんだと思う。これはね、アミラーゼですね。合ってるかな、ね、よし、そうだね、なかなかやるな。いやー、それやりましたから私も授業で。さて、焼き芋時か。さつまいもの中の酵素ベータアミラーゼが、乗り換えしたでんぷんを分解するとマルトースと呼ばれる麦芽糖になるんだ。芋を加熱すると甘くなるのはそのためだ。ベータアミラーゼが活発に働く温度はだいたい60から70度と言われている。だから急速に加熱した蒸し芋なんかよりもゆっくり加熱した石焼き芋の方が甘いんだよ。わーい、理科は任せろ。はい、さあ今日はあれか、タルタロスか。何もなければ、でもこうして周り見てるとみんな普通の学生だよな。私たちも来月の頭に普通の学生戻るんだろうな。お、早瀬くんこの前、あー、なんだと、小田切と風花ちゃん。風花もダメか。そうなるとおみくじっすかね今日は。はい、ちょっとあれやな、ゆかりあげるか。ちょっとあれや、僧侶のおっちゃんおみくじ引かなくてももしかしたら上がる可能性あるから、ちょっともったいないからな。じゃあゆかりあげときます。はい、
よし。よし、来た。ガーン !1000 円なくなったんだけど。1000円あったらいろいろ買えるからな。夜です。お帰りなさい。あ、ゆかりいるな。料理もあれか、ゆかりとの親密度上がるんでしょうかね。ちなみに、あ、僧侶のおっちゃん、あ、間違えた、ベベットルーム行っちゃった。どうだ、最後上がるんだったら終わりにしたいんだけど。あー、くそ、ねえ、もうほんと最後の最後までこの人さ、ほんとに。いや、おもろいね。だったら、失踪者助けに行くか。天田くん。天田くんのイベントもな、ちょっと進めたいんだけど。まあ、でもみんな行ってるか。ゆかりと料理もいいけど。まあ、いいや、じゃあちょっとタルタロス行って失踪者を救出してこようと思います。さて、じゃあ10月の31日行きます。失踪者助けてきました。10月最後やね。もうすぐ満月だね。いよいよ最後、頑張ろうね。もちろん、うん、うん、終わったらお祝いしたいね。さあ、今日の放課後はどうしようかな。ふえみつ、おじいちゃん、まいこちゃん。あれ?あれ?ゆかりどうだっけ?レアさん、部室の片付けしてたらお昼食べる時間なくて、帰り若津でも寄ろうかなって思ってるんだけど。あ、深まる!ちょっと待って、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 ちょっと待って。ゆかり行くしかないよな。あ、ふうかは?あ、ふーかはダメか。はいはいはい。あ、そうだ。ちょっと。アイテムを売ってこよう。素材をね。よし、じゃあ、ゆかり行きますか。はい。一人だとなんか味気ないから。あなたと同じのにして正解だね。あ、魚で思い出した。あのさ、この間ふっと思ったんだけど、うん、この辺海ばっかなのに、私たち旅行でも海行ったでしょ。ね、落ち着いたらさ、次は山とか高原とか行ってみない？鹿とか出るようなとこでお昼食べるの、どう？なんかあれやな、あのもうカップルのような会話してるの、この二人。みんなで行こう、二人で行こう。興味ない。え、ここはまだ踏み込まない方がいいか。みんなで行くか。うん、それもいいかもね。色を変えてきな。よし、じゃあお弁当は私が作っちゃおうかな。こう見えても私なかなかの腕なんだから、期待していいよ。こんな風に旅行の計画を考えるの、久しぶりでワクワクするかも。あなたと一緒にいるとね、なんていうのかな、一人じゃないなって感じるの。そりゃ友達とかはいるし、寮のみんなだって大事だよ。でもね、私って誰といっても心のどっかで私は私っていうか、家庭のせいかな、なんか気づくと一歩引いてるの。でも最近はそういうのなくて、あなたのおかげかもね。あらー、よーし。ごちそうさま。流しちゃったね。そろそろ出よっか。え、もうちょっと踏み込んでもよかったかな。二人で行こうっていう。帰った。夜です。つい残すところ3日だな。準備を怠らない。俺のあいつでも出られるからな。さあ、もうタルタロスに行く意味はないので、うん、しかし最後のシャドウか、ストレが黙ってはいないだろうな。正面から立ちふさがるか、それとも小賢しい罠を仕掛けてくるか。へえ、どうだろう。
あいつらのことだからなんか仕掛けてくんじゃね。その可能性もあるな。手口の陰湿さはすでに証明済みだ。こんなと山岸はバックアップが頼みの、あ、頼みの綱になりそうだね。はい、ねえ、やっぱりもうすぐ最後の満月星だから少しピリピリし始めたよね。とにかくこういう時こそ平常心です。てか意識するとやばいな。私なんか緊張してきた。ストレガのやつらにも彼らなりの考えがあるのかもしれません。でもそんなのしたことじゃないです。やつらがしたこと、そうだね、絶対許したらいけないよ、あいつらの暴挙は。あ、コロちゃん今日は、あ、今日はまだくんか。うーん、じゃあいいか。あれ、アイギスどこ。あの子、あれあれ、アイギスいなくない。あ、いたわ。あれ、何、ファルロス誰だ。あ、それがか。そないなとこだって、なんや、ええもんでも見えますか。月が満ちてきました。あと3日もすればまん丸になります。そのようですね。私はこの能力をなくして無意に生き続けるつもりはありません。力と共に生きるか、力と共にその時を迎えるか。よう分かっております。高江にとって、わしらにとって、この力がどない大事なもんかっちゅうんは。その辺深く知りたいよね。なんでこんなにペルソナという能力に固執しするのか、この人たちは。それに亡くなったら困るって言ってるもんね、ジン。それに影時間がなくなってしまったら、何もかも忘れてしまうかもしれませんよ。え、あんたや千鳥、三人でやってきたことも、施設におった頃のことも。施設にいた。それだけは死んでもごめんや。クソみたいなあの施設のことは何も覚えとられんでもええ。制御もできん力を押し付けられて、見知った顔もどんどんおらんようになって。なんだこの人たち、あれか、あのキリ城の実験の被害者なのか。あ、せやけど、たった一つ忘れたらあかんことがあるんです。いや、年齢的には同じぐらいだよな。10年前、14年前。あの生き地獄の中で聞いた生き地獄、あんたの言葉だけは、高谷の言葉に、わしは生き方を教えてもろた。高谷の言葉がわしの命に意味をくれたんや。その言葉を忘れてしもたら、生きとる意味なんざありません。あんたに比べたらしょっぱい理由かもしれません。え、なんかさ、私たち主人公サイドがさ、今までやってきたことの方が間違いだったっていう展開だったら、ちょっともう嫌なんだけど、怖いんですけど。だからさ、この人たちの方が正しくてみたいな。わしにとってはたかがやない。勝たなあかんのはわしも同じです。そうですか。ちょっとまだ暑いな、エアコン入れよう。では共に確かめるとしましょう。彼らと我々とどちらの運命が選ばれるのかを。はい。ん、さあ、11月に入りました。11月の1月。お、そうだ、通販見ないとね。まずは通販チェックですよ。あ、ちょちょちょ、あれあれ、あ、はいはいはい。え、今日何だったっけ。あ、侍なりきりセット。お、妙法ブラマサ、武士の羽織。おー、超高いけど装備品なんか買っとくか。はい、もしもし。謎の人形セット、え戦闘で使えるやつとかなんだろうか。わいこと、あ、小麦さんや。
おお、いけるいけるいける。じゃあ今日はまあ日曜日なんで神木さんですかね。ねえ、これ全部のシャドウが消えるんだよね。影時間もタルタロスも全部。でも父さんの犯した罪だけは。さあ、ではでは神社行って神木さん。ああ、今日はなんか体調悪くいらっしゃる。ぜーぜー神木さん、せっかく君が。少しだけ待ってくれ。呼吸が収まるまで待ちますよ。発作が出ただけ、過ぎ去ればなんともないよ。楽になってきた、ありがとう。薬をやめて。え、では治療はもうやめるってことですか。どうせ治りはしない。痛みと発作を防ぐだけの薬だ。どうしてですか。薬を飲むとひどく眠くなるし、手が震えて字が書けなくなったりするんだ。僕は書かなくちゃ。物語が完成しないのは僕の生きた意味を見つけられないから。迷っては書いて、消して、もうずっと最後を探してる。君といるとわかる気がするんだ。君が僕のためにここにいてくれる、それが意味のあることみたいに思えて、僕はきっと生きたい意味を探すために書いてるんだ。書き終わって、生きた意味を見つけたらまだここにいてほしい。僕のためにもう少しここに。弱々しく微笑みかけられた。ねえ、ちょっと、あれ次、あれ何レベルだっけ、ランク。あー、あと2話じゃん。はあ、日が落ちてきてしまったね。また会えることを祈って、今日は別れるよ。おー。はい、いよいよあさってだな。長く険しい道のりだったが、ついにここまで来た。打ち勝てるのは私たちだけだ。最後まで気を抜くなよ。はい。そういえば、そういや、ここのとこ忙しくて千鳥に会えてないだと。あ、それはもう少しラストのシャドウを片付けたらそこで会いに行ってやるぜ。え、もう抜け出してたりしてな、あの高谷たちが。そうだ、もう救出してるというか連れてったりして。激励の意味を込めてみんなに、見せやもの、てんやものか、てんやものでもご馳走しようかな。やっぱり決戦を控えてよということで勝つがいいだろうって、なんか相手にされてないね。さすがにこの空気の中では僕の秀逸なギャグも歯が立たないか。ミツルも言ってたが、今度の戦い間違いなくストレガが出張ってくる。まあ俺としては大歓迎だ。あの野郎どもには神事の剣で死ぬほど俺をしないといけないからな。と、天田くんがいて、コロちゃんは、あ、今日ゆかりか。あー、一緒に散歩行ってもいいな、ゆかりと。うん、ゆかりと散歩行くか。うん、よし、行こう。あー疲れた。コロちゃん早いって。なんかあんた楽しそうね。よし、思いっきり遊んでおいで。やっぱりコロちゃんも気合入ってんのかな。あさってだもんね。私はちょっとドキドキしてる、うん、きっとうまくいくよね。うん、あ、おかえり。相変わらずあんたは元気だね。って、何くわえてんの。
お、ホモンクルス、ありがたい。これ、即死技受けた時に守ってくれるやつだね。まんざらでもなさそうな顔してる。さてと、じゃあそろそろ帰ろっか。はい、では11月の2日前日だね、作戦の。おはよう。いよいよ明日だね。準備はできてますか？さすがだね。さすがだね、リーダー。必ず最後のシャドウが現れると思う。それにストレガの動きも気になるし、とにかく皆さんに準備お願いします。放課後はいつものにします。いよいよ明日は決戦であります。準備は万全でしょうか？特に買い物をするのは今日が最後のチャンスです。いよいよ明日だよな。白状しちまうと今日なんかもう授業どころじゃねえし、お前もそんなとこだろ。あ、そうだね。ストレガとバトルなのかな。あ、ゆかり、おーん、ホンダギリ、お、あ、風花はダメだね。ちょっと待ってよ。さっきはゆうこちゃんとかとイベントにならないんだけど、いるのか。いない？いないね。じゃあ今日はおみくじかな。よし。はい、じゃあ夜。いよいよ明日で最後の作戦ですね。まあね、けどたった半年ちょいでいろいろあったよね。そっか、半年の間に12体倒したのか。あなたはどう？大型シャドウ、あっという間だった。いろいろ面倒だった。別にね、あっという間でしたね。学校もちゃんと行きながらだしな。俺的には暇してるよりかは全然良かったけどな。いろんな人にも会えたしさ。そうですね。無駄なことは一つもなかったさ。力を得て2年半、悪くない時間だった。真田さん、ワン、コロちゃんにも会えたしね。それにしても真田先輩、2年半って長いですね。そうだよね、中学の時からやってたんだよな、この人たち。先輩たちは、アイニスはもっと長いか。私はほとんど寝ていたので、実稼働は極めて短いであります。短いであります。霧城先輩はいつからやってんですか？確か真田さんよりもっと前からって。ん？私か。最初は私一人だった。あ、そうなんだ。その頃はまだ作戦もなく、ここもただの学生寮だったかな。先輩も理事長から誘われて？いや、違う。私は幼い頃から影時間への適性があったんだ。以前父の指揮するタルタロス調査の一団がシャドウに襲われたことがあってな。傍らで見ていた私にその時ペルソナが覚醒したんだ。へえ、そんなことが。私は安定制御下でペルソナを覚醒できた最初の例だったらしい。あの日、最初の例、私に覚醒が起こらなければ今日のみんなの苦労はなかったのかもな。それまでにあれか、なんかね、高代とかジーンとかあの辺の犠牲もあったのかな。先輩、どの道誰かがやっただろう。初めての例ってことはさ、過去にもいたってことでしょ。でも安定的に発言しなかったってことでしょ。なんか千鳥とか見てるとそんな感じするよな。ね、あの子制御剤飲んでるし。そうだな。最後のシャドウを前にして仲間たちから静かな闘志を感じる。あ、何？おお、ここで上がるんだ、愚者。ランク6でござる。明日は最後の召集をかけることになる。今日はよく休んでおいてくれ。はい。最後の戦いだよ。あ、来た、通販。はいはい。
妙法村正、なんかちょあのひらがな表記が気になるんだけど、エクスカリパーみたいな感じじゃないだろうな。さあ、装備装備、あ、これはいいね。斬撃回避率大アップってやば。あー、いや、高確率でやけくそ付着はいいかもしれんね。エクスカリパーやん。あ、弱。でも高確率っていうのちょっと惹かれますけどもね。斬撃避ける子、まあいいや、ちょっと考えとこう。斬撃弱点というか弱い子。あ、そうそう、作戦のことばっかで忘れてたけど、明日って休日じゃん。まあどうせ外には行かねえけどさ、ラストの作戦に備えて待機してなきゃな。礼を言おう。今までよく戦ってくれた君たちに本当に感謝している。最後の戦い共に頑張ろう。とうとう最後ですね。母さんや新垣さんのためにも絶対に勝ってみせます。まあちょっと今回はここまでかな。はい、じゃあ次回は最後の大型シャドウ戦やね。最後になるといいんだけどね。じゃあお疲れ様でした。